楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日はですね、再びちょっとドラマに学ぶ企業変革、病院の治し方、ドクター有原の挑戦ということで、ちょっとおまけでもう一回お話ししてみたいなというふうに思います。というのはですね、とっても大事なことがあって、それはもうすでにお話ししてるんですけど、もう一度ちょっとお話ししたいなというふうに思いまして、もう一回おまけでやることにしました。で、前回の話はですね、M&A を仕掛けられて、1回はですね、その M&A を受けようかと、譲渡しようかというふうにちょっと考えたんですけれども、それ、いろいろそういう危機があったんですけれども、その危機の、救ったのは、仲間たちだったっていう話だったんですね。まず、一番、あれだったのは倉島事務長ですね。倉島事務長は融資を、受けられるようにいろいろ回って、銀行を見つけてきてくれましたよね。それから奥さんが、ちょっと忘れかけた理念を思い出させるような、そういうことを言ってくれました。それから、おじさんですね、元委員長ですけれども、土地を担保にして資金調達したらどうかということで、わざわざやってきてくれました。それから、外科部長、内科部長がですね、大学病院に行って、大学病院の先生をですね、引き上げるっていう、話を阻止してくれました。それから、田畑先生ですね、田畑先生が地域の医療ネットワークの先生たちに声をかけて寄付を募ってくれましたね。というようなことで、院長のことをこれだけのメンバーが支えてくれた。他にもいらっしゃいますけれども、主要なメンバーとしてはこのメンバーが、仲間として支えてくれたということなんですよね。で、この中でも皆さん本当に大事な仲間だと思いますけども、やっぱり一番の、大事な、仲間パートナーは、倉島事務長だと思うんですね。で、今日お話ししたいのは、その一つは御社に、皆さんの会社に、倉島事務長のような人はいらっしゃるでしょうかということです。で、この倉島事務長のような人っていうのは、一つは、社長と院長とは、得意分野が違う人だっていうことですよね。一つは、院長は、医者ですけれども、倉島事務長は元銀行の人ですので、医療業界とは全く関係ない、ところの人ですね。ですので全然、畑が違うんですけれども、今は、有原総合病院の、人間としてパートナーとして、やってるわけです。で、このように、こんなにですね、本当に役割は分担しなきゃいけないってわけでもないですけれども、社長とはちょっと違った、観点で物が見られる人、得意分野がちょっと違う人、そういう人がいると、実はやっぱりすごく強いですよね。同じようなタイプ、同じような考え方、ある意味部分はその同じじゃないといけないと思うんですけども、でもちょっと違った角度からものを見られるっていう時ことは、今回のように、院長はこれでこう行くんだって言ったんですけど、M&A でも、行くしかないんじゃないかって思ったわけですけど、それを止めたのはある意味倉島事務長なわけですよね。で、そういうふうに、違った角度からものを見て、違った角度からものを言って、正しい方向に、たまにはですね、社長の判断が少しぶれる時もありますから、それを修正してくれるような役割を果たしてくれたわけですけど、そういうような、倉島事務長のような人はいるかどうかということですね。で、今お話ししてしまいましたけど、この倉島事務長は、M&A ので、もうそこで譲渡するしかないんじゃないかっていう話になった時に、その脅しに屈するんですかと。そうしたら残るのは名前と建物だけで、病院の理念を失ってしまうんですよと、有原総合病院抜け殻になってしまうんですと、私は、病院の理念、院長の理念を実現するために頑張ってきたんだと。で、こうなって理念をもし捨てるんだったら、私は事務長を続ける意味なんかないんだというようなことを言って、出て行ってしまうわけですけど、そうやって反対して、そこで院長が思いを変えたわけではなかったんですけれども、そういうふうに、反対をして、引き止めるっていうんですかね、そういうようなことをしてくれるような、社長にですね、面と向かって反対意見を言うというのはなかなか言えないわけですけど、普通、そういうようなですね、人がいてくれるかどうか。何でもかんでも反対する人は困りますけれども、こういう大事な時にですね、社長それは違うんじゃないんでしょうか、ようなことを言ってくれる人がいるかどうか、それってやっぱり大事なことですよね。あとですね、
まあ、奥さんはいらっしゃいますかって書きましたけれども、これはですね、まあ、理念を思い出させてくれる人っていうことですね。奥さんじゃなくて、まあ、女性の社長だったら旦那さんでもいいですし、まあ、兄弟でもいいですし、全く別にあの関係ない会社のパートナーでもいいんですけど、まあ、この奥さんが、その委員長が悩んでる時ですね、どうしようかな、決意覚悟が決まらないんだよなって言ってる時に、まあ、いつも通りでいいんじゃないのっつって、そのいつも言ってるじゃない、目の前に病気や怪我で困ってる人がいたら、何があっても全力で助けるのが病院の仕事だっていつも言ってるでしょと。だからそれさえブレてなかったらどんな判断でも間違いじゃないんじゃないのっていうようなことを言ってくれた。でそれを聞いて、あ、そうだな、自分の理念っていうのは自分の基本的な考え方っていうのはこういうものなんだっていうような、だったよなっていうことを思い出して、それでだん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 その M&A に受けるんじゃなくて、もう一度自分たちでこうやるっていう方向に行くしかないんじゃないかっていうふうに思いを、まあ、変えていくわけですけど、こういうようなことをですね、ほっとこう思い出させてくれるような人、まあこれがあの倉島事務長でもいいんですけどね、まあそういうような役割を果たしてくれる人がいるかっていうことですね。やはりそういう人がいるといないじゃやっぱり大きく違ってくると思うんですよね。で、あともう一つ、倉島事務長の言葉ですけども、先ほどの、脅しに屈するんですかと、これを受けたら、残るのは病院の名前と、建物だけですと、理念を失っちゃうんですよ、それでもいいんですかっていうようなことをですね、まあ突っ込んでくるわけですよね。社長、それで考えて、その考えていいんですか。そういうことに対して、そういう言葉をですね、まあ、素直に聞ける自分でいるかどうかということです。人間誰でもですね、自分の意見に反対意見を言われたら、そしたらやっぱりこういい気持ちにはならないんですよね。それを素直に聞けるかどうか、まあ、いろんなその言い方とかですね、言ってる内容とかいろんなことによって違うと思いますけれども、もちろんその言ってることが正しくないという時もありますので、何でもかんでも素直に聞けばいいってわけではないんですけれども、それでも、素直に聞いた方がいい時もあるわけですよね。それを変なプライドとかが邪魔して、聞かないんじゃなくて、聞くことができる度量があるか、そういうものを持てるか、あるいはこの人の言葉だったら聞けるっていうようなパートナーがいるかどうかみたいなことですね。でこれもやはりですね、まあ、企業を変革していくってことじゃなくてだけじゃなくて、会社を経営していく上ですごくやっぱり重要じゃないかと思います。長いことですね、やっぱり経営していくっていう意味では、まあ、すごく重要なこと、この倉島事務長のような存在とその、その人の言葉を素直に聞くことができるかどうかっていうことですね。で、もし、まあ、いらっしゃればいいんですけど、もし倉島事務長の方がいらっしゃらなかったら、やはりですね、倉島事務長のような方を見つけて一緒にパートナーとしてやっていく方が、いいんじゃないか。まあそれはそうですよね。まあでもなかなかいないっていうのが、まあ現実かもしれませんけれども、やはりですね、そういった、パートナー、自分をとちょっと違った角度からものが見られて、一緒 でも理念は、共有できると、そういうような、人材をですね、ぜひ見つけていただいて、より強固なですね、まあ、基盤、会社の基盤、になると思いますので、作れるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日はこの、クラシム事務所のようなパートナーがいるととってもいいだろうなというふうに思いましたので、ちょっとおまけということで、再度お話をさせていただきました。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。